上野村は群馬県の南西部に位置する田野郡に存在する村。群馬県で最も人口の少ない自治体かつ関東地方の東し部を除いた最も人口の少ない自治体である。上野国にあったが、東村の読みは、項付けでなく上野である。2003年4月1日に中里村が神奈町に合併してからは群馬県内で 最も人口の少ない地方公共団体となった。人口密度が群馬県内の市町村の中で最も低く、過重地面積割合の7.0%も群馬県内で最も低い。日本国政府が推進した平成の大合併に対して合併しない宣言を出したが、同様の宣言を出している。山間にある過疎地域であるが、二千五年に上野ダム、 東京電力神奈川発電所が完成し、固定資産税の税収が増加したのに伴い、2006年度から2012年度まで地方交付税の不交付自治体となった時点の財政力指数は0.20とかなり脆弱な財政だったが、ダム完成後の2007年には一気に1.272まで上がり、県内一の高さを誇るようになった。 2008年にはさらに1.73に上昇した。村域南部には1985年8月12日に発生した日本航空123便墜落事故の現場であるオスタカの尾根があり、事故当時は上野村消防団が人家のない地域の捜索、救助活動に当たった。当時は無名だった尾根をオスタカの尾根と命名したのは元村長の黒沢武雄である。 また、村内の奈良原地区には、納骨堂や事故に関する展示施設を有する、異例の園がある。群馬県南西部の山間に位置する村落。長野県、埼玉県と境を接する。村は、森林セラピー基地に認定されている。父母トンネルを挟んで、東側に、お津母、の、栗沢、新羽根、勝山、川は、西側に、おつち、奈良原の核、角。 大技がある。湯の沢トンネル道の駅上野村内を鉄道路線は走っていない。最寄り駅は上新電鉄上新線下二田駅で乗り合いタクシーが利用できる。神奈川沿いに田野郡内の下流、関東平野にある旧新町を結ぶ路線が基幹的路線となっているほか、山を越えた北方向の神奈川郡下二田町へ直行する乗り合いタクシー路線がある。 県外路線はない。上野スカイブリッジ奥、神ンナありがとうございます。